はい、皆さん、スタッシュシリーズ67、お題はねちょっと重たいんですけどね、破壊と再生ということでね。はい、ここは、おなじみのあちガイオル SS です。ガイオル SS です言ってます。今ちょっと舌が回りません。はい、この辺りね、標高600、ちょっと最近ね高いところに来てます。700以上のところに、ね、上がってますんでね、答えもねちょっとずつ、少しずつですけど、どうでしょうね、バイオも違うのかなと思ったりしますけどね。はい、ここはねルセル山脈のねふもとです。ふもとというかもうだいぶね上がってるところですけど、まあそれでもね高いところは3000メートル級のね山がありますので、これね結構皆さん、ちょっとある程度先端行くとね高さがね結構わかるんですよ。向こう側もちょっと揺れてますけどね、申し訳ないんやけど、向こう側もね、伐採が進んでるのわかるでしょ。山がねもう、まあ仕方がないんですけどね、どんどんこうやって、進みます。破壊がね進みます。まあバイオームがね戻る、まあこれで完全には戻るいうのはね難しいかもしれません、場所によってはね。でもね、はい、ちょっとずつでもね戻せるように、諦めずにね頑張りたいと思いますけどね。これバナナですよね。これね、でも木が小さいんでね、まだ多分ね、実そんなならへんと思うんですけどね。バナナのね、皮、葉っぱでね、何度か豪雨でね、救われてる時あるんでね。まあ、救われてる言っても、真下だけですけどね。でもね、向こうね、風があんまりそんなにきつくないので、横殴りいうのはあんまないんですよ。雨でね、ドワーッと上から降るような感じでね、垂直落下みたいなね。はい、これもね、大きい木が倒されてます。まあ、これはダダップではないですけどね。ちょっと箸になってますかね。こういうのを利用はしてますけどね。はい、もう乾いてるでしょ。もう乾いてるのがねご覧になれると思います。はい、出た心拍数ですね。はい、心拍数です。心拍数上が150に下65って小さいですよね。低いですよね。これほんまに心拍数なのかな思いますけどね。はい、で、はい、こうやってね、まあ倒れた木はねこうやって利用はもちろんこうやってするんですけどね、なんせ大きい木にね、大きい木に寄ってねこうやって利用価値があるか足場になるんでね、ちょっともったいない気するんですけどね、ほんまに。まあダダップだけじゃないのでね、木はね、
どの木でも必要な木なんですけどね。で、皆さんここね、こうやってね、その後草がバーッとまた生えるんですよね。これはね、もうすぐ生えてきます。どこでもすぐ生えてきます。でね、これをね、コーヒー園でもね、やっぱりわーっと生えてくるんで、これの雑草をね、雑草とか雑草じゃないやつもありますけどね、まあ、何をもって雑草にするかの問題ですけど、コーヒー園でもね、これが大変なんですよ。この農園しててもね、この処理がね、非常に大変です。どん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 すぐ生えてくるんでね。で、一応まあ、ロワク農園の方ね、芝居の方はね、チェーンソーとね、で、雑草をね、こう刈る、先っぽにね、こう円盤ついたようなね、やつでね、それもね、一応買ってあげたんですけどね。もう下の、なんか喋ってますけどね、下のね、土壌がどん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 乾くんですよ、こうやってね。はい、静か変わってきます。ほんで、黒枯れのね、いい状態のところがあってもね、どん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 ね、乾燥してね、で空気に触れる、量が多くなってね、白土化がどんどんしてくるんですよね。こうなってくるとね、なかなか戻らんのですよね。だからほんまはね、その手前にやりたいんですけど、はい、で、こういう木もね、ちょっと隠れてるこの部分とかはね、いる可能性があります。それでね、これもトラップ、樹皮トラップ仕掛けてたんかな。もうこれ周りがね、すぐこうやって草がね、生い茂るんですけどね、これも多分ね、いくらか樹皮トラップしてたんじゃないかなと思うんですけど、この下は違いますね。自然のね、こんなゴボッとウロウロになってるんですけど、ハリク言ってね、右側に出ました。これインドネシア語ですね。ハリク、今日行ったとこっていう、今日行った、今日の実行みたいな感じですね。バイク降りて、これ電源入れてから35メートルなんですかね。このね、びっくりマークの2888いうのはちょっとこれ僕わからんのですよね。で、その下の978ね、僕もこの時計ね、持たなあかんですけどね、こっち側はね、ちょっとないんですよ。で、説明をね、説明書きを読んで、スタッフに伝えたんですけどね。はい。あら、やったし。必要な、画面をまだ出せません。難儀な話です。まあ、他で位置情報を取ってるんでいいもんの、画面に出すのはこれの方がリアリティあるでしょう。ほんでね、ちょっといろいろな事情があってね。ですんでね、これを時計でね、これトンポンポンポンこう出すいうのを慣れてもらわなあかんのですけどね。これはダダペで、これダダペだと思いますよ、これ。これもでもね、ちょっと光当たりすぎるから、まあダダップはそれでもね、明るいところにね、適応した種であろうと思われるんでね、結構頑張ってくれると思うんですけどね。やっぱり土壌のね、養分がね、枯れてくるとね、なかなか、木も立てられないですけどね。これはダダッペやと思いますね。はい。いい感じじゃないですかね。これ、どうしようかもね。これトラップ仕掛けてないですね。これ自然のやつですね、これ。こういうの少ないですよ。あれは自然にできた節でしょう。多分、キツツキなのか、何なのかね。
あ、スタッフの友人がいますけどね。はい。はい、このね、上にもうね、あの自然の鱗が、ね、なさそう、もしくは小さすぎたらね、これはもう足元やないかいみたいな感じでね、あ、この、横の木ですかね、ダープですかね、これはあの足元をねこう探すんですよね。結構ねいたりします。はい、ただね、ほんまに気づけなあかんのか、こういう裏に蛇とかおるんでね、これほんまに気づけなあかんすけどね、あの平気でこんなとこね、草履で入ってきるんでね、頭おかしいんちゃうか思いますけどね。いや、冗談ですけど、ほんまね、あのブーツあなた会長にこう買ってもらったんやから履きなさいよと思うんですけどね、この時は履いてるか履いてへんか分かりませんけどね。この下のこの奥の部分なんか良さそうなんですけどね。多分木をねこれ全部避けてね、下ゴリゴリ掘ることができたらね、多分言いますよこれ。まあもちろんあのムカデもおったりね、サソリもいますんでね、あのうかつに手パン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 入れることはちょっとできませんけどね。まあ、これは今のこの部分はね、タイトルのねやっぱ破壊の部分ですよね、大幅が破壊の部分になるんですけどね、これ唯一残ってる木、もうほんまにほんまに少ないです。探すのが一苦労ですよこのダダッポね、まあ、ドローンも同じくそうなんですけどね。でね、皆さんたまにあの道路沿いであのドローン見かけるとか言うてるでしょ。でそういうドローンってね、あんまりその鱗が開いてないんですよね。でそれどういうことか言うとね、道路沿いに立ってるもんでね、あの虫が例えばいたり、カミキリとかがねいたりしても、ね、すぐ取りやられるんですよ。ですんでね、あんまり鱗開きにくいんですよね。適度にやっぱりね、ある程度こうの感覚で、これは2本と一緒です、ある程度の感覚でね、立ちポロポロ立ち並んでるとね、やっぱりそこはあの上空からね鳥も見えにくくて、ね、まあ絶好の隠れ場所になるかなと思うんですけどね。しきりに上ばっかり見てますけどね。まあ、今ちょっとね表面には見えてませんけど、もうあのここのね熱帯雨林のね第一貢献者はね、あの分解の第一貢献者はねもうアリですよね。はい、皆さんアリもうどこにでもいます。このアリがどんだけの種類おるんかな思うんですけどね、あのジャングルの中でねアリ塚ってあまり見かけへんのですけどね、多分途中にあの分かってないところにあのあるんかな思ったりするんですけど、シロアリのアリ塚はねそんなに見ないんですけどね。よし、あのめくれのあたりなんかね、ちょっとのちっちゃいのがおったりしたりするし、で樹脂はね問わずね、あの樹液おいきなりいましたね、樹どこを取ってたんやいう話ですけどね。樹脂は問わずね、あの根太はね樹液だまりにいますね。はい、失
下なんかもぞもぞしてますけど、これ落ちたんでしょうかね、今のが。あ、いい塩梅、塩梅言うたらいい塩梅の土ですよ。あのちょっと引っ掛けでね、隠れてただけあって、これは今落ちたやつかな。そこそこですね。どうでしょう、大きさとして。まあ80、84、85あるかなっていうところですね。まあ手つかずのね、あのところやったと思うんですけどね、トラップを仕掛けてないとこ見ると、あの結局ね、たくさんダダップがあるとね、あの別にそんなトラップすることもね、比較的やっぱり少ないと思うんですよね。これあのやっぱり気が少なくなるとね、住処が奪われるので、あのあこれそこそこ大きいですね、チタンの巣とかのね、他の種類もそうですけどね、生息環境をね守るという意味ではね、逆にトラップはね、あの必要な部分はあるのかなと思います。これタオルですね、全部これね、全部タオル。これも場所変わってますね。はい、右側ですね、気温ですね、31度で、左側にも出しました。あ、これです、これです、皆さん、752メートルね、これです。はい、これですね。高いでしょ、750メートルってね、結構高いです。だからこの右のこの動かへんやつって、これ本来さっきの部分をこれあの画像にするべきですよね。さっきのね、750何歩とかね、ですよね。これは僕がちょっと編集間違えてますね。まあ、このまま行きましょう、リアルなんで。あ、ええ感じですよ、これ。この下はいい感じですよ。どうですか、ここね、ここね、そう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 、そこね、これはいるでしょう。あのね、ほんで今このまあ、これをね、まあ、大概あの早いうちに見てくれはると思うんでね、今これチタン素集めてるとこなんですよね。日本を送るためにチタン素を集めて持てますんでね、ぜひね、これメスをね、やっぱりねメスの方が取れないんですよ。ね、3割ぐらいやっぱ少ないですね。それからスタッフもね一生懸命なってくれるんですけど、行けば行くほどオスの方が増えるという、ジレンマに襲われてますけどね。ほんでね、言うんですよ、スタッフがね。ボス、行ってる間に、オスが弱って死んじゃったら、ちょっとオスの方が容器持って行っとかんと、あかんのちゃうか、言ってね。メスが死んじゃったらどうすんや、言うんですよ、これ。比較的メスの方が頑丈ですね、正直。やっぱりね、体の大きいオスの方がね、同じ条件でもやっぱりちょっと生きやすいのかなと思います。ただしね、ボコボコ卵産んだやつはその限りではないでしょうけどね。これもほんでちっ
ちゃいウロはねスタッフ見ないですけど、もうちょっとねちっちゃいウロも見てほしいんですけどね、寝るともっといるはずなんですけどね。これタウルスですよね、これめっちゃ短子ですよ、これめっちゃ短子ですね。もうボス、あ、750変わってませんね、ボッサグ引っかっ、あ、でもこの強行でもえらい短子やね。まあでもあのなんか歩きですをちっちゃくしたようなね、で上場にちょっと茶色くしたような感じですけどねあの固まっていることは多いですね。あ、これ端子ばかりですね。はい、これスマトラはね原名足ですけど、おお、すごいすごいすごい、なんか固まっておったんでしょうね。そうか、あのチタノスに追い出されたとかね、はい、全部待った、今つつかれた方はより端子ですねこれ。ちんちくりですね。はい、言うてもね皆さん、あのタウロスはまあそれはちょこちょこ見るんで、ようけ言いますね、ちょこちょこ見るんですけどね、これぶっとい自転車やけど、もうあっちゃこっちゃにポン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 いうことではないんでね、どれでもあのあれですよ、非常に貴重な答えですけど、この真ん中のやつもねそんなにめちゃくちゃ伸びてるいう感じではないですよね。あ、4匹いますね、全部オス、メスはどこ行ったのあなた方、あのこれでもお分かりでしょ、タウルスみたいなちっちゃいのでもねやっぱりあれなんで、やっぱりねメスはねそのちっちゃいから言うのもあるんですけど、752変わってませんね、あのちっちゃいのってあのから言うのもあるんですけどね、やっぱりねあのやっぱ海に生きよるのでやっぱ潜るから言うのが一番大きいですよね、メスはね、もうどのメスでもそうですよね。はい、やっぱり女性は貴重ですね。なあ、やらけるこれは、周りがねあの細い木がちょっとあちこち乱立してるでしょ、これはね多分、ある程度さっき伐採されてでまた若木があちこちから生えてきてっていうことだと思いますけどね、まあどうでしょう、 2,3 年ぐらいちゃいますかね、おおよそね、この生え出したからでも、ね、あのダナップでもね早かったら1年ぐらいで、2メーター以上になる、 2,3 メーターになる言ってるからね、あの、まあ、2メーターぐらいになってで、せやね、直径が6センチから8センチ。すごい成長でしょ。猫持ってるけど、猫何するんですかね、あれ。なんか草ついてますか、何するんですかね、あれ。バナナでしょうか。バナナの根やね、これ植えるんでしょうね、これ。あ、これバナナですね。あ、いっぱい持ってますね、猫。あ、上に行くんやね。まあまあ、これも皆さん、ちょっとあれでしょ、あまり見ない映像でしょ。これもね、生活をせんならのでね、こうやってバナナを植えないといけませんということで。この方々はね、村のね、友人で知り合いの方なんで、顔は出してますっていう。
どの辺に植えようかみたいなもんでしょうね。まあ植えるところもね、ああこうやって伐採してますよね。これ皆さん、これチェーンソー持ってきてますからね。ほんでね、うちのスタッフがね、そのダダップがあったりしたらね、これ置いとけるかとかいう声をねかけてくれてるんです。はい、さっき持ってたバナナのね、これを植えたところでちょっと経ったいうぐらいでしょうけどね、バナナの成長がすんごい早いですよ。またバナナびっくりしますよ皆さん。あのね、ビデオ撮ってたらもう伸びてんの分かるかいうぐらいの、それぐらいね、バナナの成長ってすごいんですよ。土壌はね、それほど超えてないのに、あの遺伝子ですよね、その木の持ってるね、もうあの何ちゅうの、こう生きるエネルギーにこう、こぼれるほど有り余ってるっていうかね。そんな感じを受けますが、皆さんこれ周りずっと見ていただいて、今日の破壊と再生のね、この破壊っていうのが分かるでしょう。これこんなしてごっつい大木ですよ。あれでもいっぱい、このほらこういうとこまでいっぱい倒されてるでしょ。で倒されたらこうやって定義のね草が生えて、ほんでバナナ、まあ基本的にバナナが主体ですけどね。700メートルぐらいでね、バナナしたってね、美味しないのにね、これもうやっぱりね、あの攻めた以上のところがいいですよ、ね、これまた真っ直ぐの木ですね、これちょっとね、日よけにも何にもならへんのね。ああいう木はね、さすがにいません、クワガタもね。はい、ポツリポツリ木が残ってるでしょ。一応ね、あの日よけのためにっていうことで、残してはいるんですけどね。もう向こうからもすごい伐採ですよね。これもう何もないでしょ。750とか700ぐらいでこれですよ。多少今ね降りてきてますけどね、ちょっと画面が見にくくて揺れて申し訳ないんですけどね。もう失礼、うわこれ今ごっつい大木でしたよね。原生林の木ですよ、あれ。これもね、なんか痛々しいでしょ。ここすんごい原生林が残あったんですよ。これもったいないね。まああの何か言うとこれはもう仕方ないんですけどね、皆さんの生活もあるんで。ただそのまあクワガタだけね、で動物だけのことに関して言うたらね、あまりにもちょっと痛々しすぎますよね。さっきからたまにあのものすごい軽の大木見えるでしょ。あれもね、これも大きいですよね。今横立ってるのもね、30メートル軽くありそうだね。でね、あの畑にこうちょこちょこ高い木があるでしょ。あれもダダップとかやったら葉っぱが大きいから、あのね日よけにもうまいことなるんですけどね、あのねもうちょっと高い木でね、上の方であの細かい葉っぱがねわさーっとこう生えるような木がいいんですよ。正直あの皆さんメイメイってあの僕動画の中で言ってたんですけどね、そのメイメイの木はね結構高くなるんですよ、相当でね、あの樹幹がね高くて、で葉っぱがね小さいんですよね。ああいう木にね変えてはるんですよ。で下側はねあの直線でこうまっすぐぐーっと上がっていけ、あの伸びていくんでね、めいめい非常にいいんですよね。またや
こういう、あの、日よけにするのよね。はい、あちらこちらバナナです。皆さん、これ、今回の映像、すごい伐採の、あの、雰囲気があるでしょ。ここなんかも木をね、こうやってしてあるんですけど。もうこんな感じです。今回一番ね、あの、伐採感じてもらえるんちゃうかなと思うぐらいね。この映像でね、草が、ごめんなさいね、あの、揺れてて。草がね、いっぱい、あの、生えてるの見えると思うんですけど、これはもう、完全な再生林です。この残ってるこういう高い木も、こういう高そうな木もね、多分、この辺の、そんなにた、あの、ひょろんと出てるのはね、これ、後から出てきた木かもしれません。ちょっとね、画像が揺れて申し訳ないです。ちょっとしんどいな、思ったらね。横の黒い部分を映してください、ね、だいぶ今回はちょっと揺れてます。なんか乗ってるんですかね、バイクに乗ってると思いますね。ほんで皆さん、これね、地上でね、ちょっと、できればね、開けられたら後で開けてみてください。ルセル山脈のね、要はね、アチェのね、ど真ん中に国道が、道がね、ずっと通っとるんですけど、谷になっててね。ルセルの、東側です。ルセル山がある、この山脈ね、連なってる山脈の東向きの方のね、斜面です、これは。ごっつい木ですよね。はい、少しね、ほんで、スタッフのね、切ってね、送ってくるので、ちょっとダブってる映像もあるかもしれませんけどね、ご了承くださいね。ちょっとダブってますね、さっきの映像ですね、これ。ごめんなさいね、皆さん。ちょっと紐が垂れてる映像がありましたね。この揺らした映像を何度も見せんなよ、いう話ですね。もう程よくね、こっち側も、雨季はね、終わったんですが、なんせね、で、こうやってね、どんどん伐採がね、することね、山のね、いわゆるその、熱帯雨林のね、保湿力がね、どんどん奪われるんですよね。で、島上にね、水の循環というのがあってね、大気中にこの水がね、水分がね、要は、その、大気中なのか、土壌なのかっていうことね。で、例えば当然海もそうですし湖もそうですしね、なんですけど、水分がね、やっぱり地球上でこれ決まっとるんで、どこに行くかなんですよ、要はね。どこで、水がまた上空から落ちていくかっていうことなんでね。そうなってくるとね、環境がどんどんちょっとずつ変わってくるんですよね。で、例えば雲とかでしたら多少偏西風とかに乗せられてね、こう、北の方へね、ちょっと上がっていたりするんですよね。それが、熱帯雨林がね、乾いていくことになるんです。これ、ブンブンですね、これ。これちょっとわかりませんね、このブン。向こうね、いましたね、これ、メスですかね。向こうなんかわけのわからんボンボンいっぱいいますんで、これも全然わからないですよ。
ハリク84まで、上がってますね。はい、歩数も、あれびっくりマークやねんけど歩数ですね、これ足のマークですよね、これ9174歩ということですよね。スイッチ入れてからそうですね、多分ね、びっくりマークじゃないですね、これいましたね。横田、ん？あ、タオルスのオスですね。これは。あかんことはないんですけどね。ずっとピンボケですね。これ。やっぱ開けませんね。タオルスのオスですね。潜れずに横たわってましたね。あ、これがさっきの映像ですね。はいはい、皆さん元絵です。これです。ごめんなさいね。もう一回見せてますね、これ。あの、ついでなんで見てください、もうね。たまにこういう編集をします。あのね、正直ね、時間がね、結局ね、スタッフがこう切って送ってくる、こう切らんと送れへんのですよね。容量が大きすぎて。で、切って送ってくるんですけど、こういうところがね、やらかすんですよ。タオルスは、言ってますよ。タオルスはね、まあ、喧嘩ももちろんするでしょうけどね。なんすか、この、大きいぐらいだとね、2、3と一緒にいることってね、いるん、あるんですよね、結構ね。まあ、このサイズなんでね、当然といえば当然なんでしょうけど。多分、下の、オスはね、弾き出されたオスじゃなかったかなと思うんですよね。これはもう間違いなくさっき、もう一回見てますよね、これね。はい。もうリアルなんでこのままいきますね。編集せずにも。これね、分けて送ってくるんですよね。ほんで、それをね、順番に、編集のね、タイムラインにね、ペーストしていくんですけど、全くさっきと同じ映像が出てますけど、さっきからご了承くださいということで、もう一回ね、確認の意味で見てもらったらと思います。下にメスがいるんでしょうかね、あれ。タウルスもね、平田とね、生息域がね、かぶってますからね。はい、何度も言いますけども全く同じ映像ですね、これは。申し訳ございません。タウルスの、オスを、4つ2回確認しましたということになります。ありがとうございます。申し訳ございません。はい、ここでもね、そう、ね、でもまあ高いですよ、タウルスのね、生息域としてはね。まあでも、ジャンビの方でもね、1200m のところでもね、やっぱりタウルスいましたんでね、調子が多かったです。はい、ですんでね、まあティタンスでもね、安岡でも、その辺ぐらいまでね、全然やっぱり環境が合えばいるということなんですけどね。
あとはそうですね、やっぱり樹種で土壌が基本あの生息域でどうやということなんですけどね、これ樹種はね、あのやっぱりね、あの違ってもちょっとずつやっぱり移動します。ただね、赤土んとこはねあんまり見ないです。これでもねだいぶ乾いてるんですけどね、あんまり言うか真っ赤っかの土んとこで、うーん、下が真っ赤っかの土んとこであんま見かけたことないんでね、皆さんやっぱりね、その何て言うのかな、色もさることながらpH もね、ただまあ pH はあのクリンチのね、ちょっとあちこち言いますけどね、クリンチのところはね結構赤かったんですよね。あそこぐらいかな、記憶があるのはクリンチ湖のね、南東の方で、標高700から800ぐらいのところでね、道路脇で撮ったやつね、あれはね、そこそこ赤かったですよ。で、皆さんも動画で見てはると思うんですけどね、pH がね、5.0 まで下がりましたからね、なかなか酸性がねしっかり傾いてるということなんですけどね、あまり向いてないんじゃないかなと思いますよ。生息環境としてはね、まあ生きる幅はね、ティタンスはね広いんで、まあそこでもね繁殖はするでしょうけどね。はい、次はねこれ、破壊の最終です。これ燃やされました。そんなに広範囲じゃないですけどね、下がねこうポイントやった木なんですけどね、この真正面の木です。下がね燃やされました。でこの右見てください、皆さん、この青々としたね、正確に言うたらグリーンですけどね、緑緑したねこの若木、これがねどんどん成長していきます。この右の若木はねダダップです。これはダダップではないです、クエルという木なんですけどね、これいるでしょう、まだね、暑かったやろな思いますけどね、これね生きとるんですよ、ティタンスが多分隠れてたんでしょうね。まあ木自体はね燃やされてるわけじゃないので、これからこのね再生をね、ここは、これは標高ではないですね、この若木をね皆さんどんどん増やしていきたいと思います。はい、でダダップばっかりやったらあかんのですよ。ここもね本当はねダダップあれしてたくさん植えればね、ティタンスはねそれなりにたくさん増えてくるでしょうけどね、バイオームというのはそういうもんではないので、ダダップもしっかり、当然このクエルという木もしっかり、ドロンもしっかり、いろんなね樹種をね植えていかないかなと思うんですけど、まあ主体はダダップですけどね。はい、こうやって隠れてますよね、けなげに隠れてました。これね、まあこの木自体はねまだなんとか生きとるんで、水分がねあって完全に燃えへんかったんですけどね、ここもいるでしょう。これは耐えたでしょうね。でもねこの木はもう死にます。もうこれは無理です。ここに行ってるティタンスはね多分これも樹液もう電容なのちゃうかなと思います。もうカサカサに乾燥しとるんでね、基本こういうことになります。で右側のねこういう若木をねたくさん頑張って増やしていかなあかんなと。これはね僕らのこの
北半球でもね、僕らのこのまあアチェもね北半球ですけどね、温帯域にもね、あの確実にもうすでに影響してる、状況やというのをね、皆さん知っていただければなと思います。狭い範囲ではありますけどね、こうやって燃やされましてね、ちょっと残念ですけどね、この要はね、この共存をしていかなあかんのですよね。はい、あとこのダールマンいうのがね、あまりアチェではね見かけませんけど、この発生時期ね、ダールマンのね、メスがね家の方にね、スタッフの家の方に飛んできたということなんですよね。いるのはいるんですけどね、比較的そんなにあの見ないので、まあまあレアかなと思いますけどね。はい、今回のこう右側ちょっとね顎がで、右側のね頭順がまだ左と比べてちょっと斜めになってないでしょう。はい、まあ顎のね太さはちょっと角度的にもありますけど、頭のね幅もね右の方がね広いんじゃないかなと、おおよそ同じぐらいのね、取り方をしてますんで、顎のつき方もねだいぶ違うんですけど、はい、ありがとうございました。うちの三十さん、ともにルワックもよろしくお願いします。ありがとうございます。